本物の鯉のぼりと影の鯉のぼりで、すっごい数に見える。実際すごい数飾ってあるんだけどね。綺麗だね。乾杯。ありがとうございます。楽しかった。コロナが終わるね。いいね。今年はいっぱい祭り行こう。帰った。あっちではね、ビールしか飲みませんでした。なので買ってきましたよ。じゃがバタ、焼きそば、唐揚げ。第2部の始まりでございます。乾杯。だんだん暖かくなってきてね。冷えたお酒が美味しい季節でございます。ではね、いただきましょうかね。まだほんのり温かい。うん、おいしい。子供の頃お祭りに行ってもさ、私の親はさ、あんまりああいう外で売ってるものが衛生的じゃないみたいな、だから買ってもらえなかったのね。今は思う存分買って食べております。うん、じゃがバター、売ってたお兄さんにね、バター多めでって言っちゃったのね。おいしい。じゃがいもが大好物でございます。焼きそばも食べたいね。幸せの味がする。うん、勢いが過ぎちゃった。皆さんはお祭りとか行ったら何買いますか？さ、子供の頃は私、和菓子しか買ってもらえなかった。和菓子っていう？綿飴っていう？でもあれだけでも嬉しかったのをよく覚えております。今日は売ってなかったのね。うん、あ、美味しい。皆さんは何が好きですか？
てててて。よし。では。おお、揺れる揺れる揺れる。ああ、揺れる、こぼれる。おはようございます。本日の朝ごはん、白くまのいちごでございます。本日お世話になったのはホテル R9 館林でございます。お世話になりました。